皆さんこんにちは。本日の動画はですね、アサヒグループ食品さんの優しいティーキャンディーとのコラボ動画です。やったー、イエーイ。なんとアサヒさんから案件いただきました、うん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうやで、ほんま。いやいや、友達身近に感じてるから、メーカー的に。こちらがですね、はい、優しいティーキャンディー、8月29日に発売されたばかりの新商品でございます。おお。こちらパッケージが4種類ありまして、うん、ディズニープリンセスがプリントされております。かわいい。持ってるだけでモテんで。いやマジでディズニープリンセス持ってる子は持ってるよ。いやいや、ちょろくない？大丈夫？それほど。持ってるだけで、持ってるみんなをプリンセスにしちゃうんだから。しかもこちらですね、うん、ノンシュガーノンカフェインということで。おお、優しい。そう、だから優しいって言ってるんですよ。優しいね。うん。こちら味がですね、うん、マスカットルイボスティー味とベリーローズヒップティー味で。おお、うん、私紅茶めっちゃ好きやねんや。うん、好きだよね。めっちゃいい。うん、しかも2種類あってね。ルイボスティーもローズヒップも好きなんじゃない？好き。我が家だってルイボスティーが家茶やで。そう、家茶ですからね。ね、それぐらい好きやし。うん、いいね。ね、ノンカフェインなんで、うん、妊娠中の方とかにあ優しいですよ。うん、いちいちさ、ノンカフェイン探してやってたもん、いろいろ。うん、そうだね。ね、もともとノンカフェインやったら嬉しいね。ね。というわけで、こちらのね、キャンディーを食べていきたいところなんですけど、はい。まあ、せっかくなので、このキャンディーにちなんだ企画をちょっとやりたいなと、思いまして。何ですか？我々夫婦、うん、もう結婚して4年目、うん。もう付き合ってからも結構長いじゃないですか。長い。やっぱり、4年目ともなると、うん、やっぱお互いさ、うん、やっぱどうしたってさ、不満とか、溜まってくるじゃない。不満しかない。いや、そんなこと言うな。そんなこと言うな。そんなことないよ。いやいや、感謝もあるでしょ。あらあらあら。ね、という不満と感謝ってさ、うん、面と向かって言わなくない？ああ、そうだね、うん。うん。もう結婚して当初とか付き合って当初とかってさ、うん、そういうの言ったりするけどさ、うん、こんだけ長いことさ、うん、いるとさ、あんまり言わないじゃん。確かに、結婚した当初は感謝しか言わんかったけど、今不満しか言わんもんね。そういうことじゃなくて。いや、その、どうしたって、どうしたって不満を言ってるのか。なかなかさ、感謝を言葉に出すのは、ハードル高いよ。照れくさいじゃん。うん、だから今回は、それをね、面と向かって、お互い言い合って、はい、すっきりしようよ。おお、この優しいティーキャンディーは優しいので、舐めるとすっきりとした味わいで美味しいので、お後がよろしいようで。それではさよなら。いやいやいや、終わらすな。いや、こっからスタートすんの。綺麗やったから。やっぱり感謝もですけど、うん、不満もね、ちゃんとそういうのも言うのも優しさですから、うん、なるほど。それが真の優しさ、うん、そう、優しいティーキャンディー。あら、綺麗。今からですね、お互い交互に目をつぶって、うん、このキャンディーを一つ引きます、はい、で、その味がベリーだったら相手への感謝を一つ、うん、はい、もしマスカットだったら相手への不満を一つ言う。なるほどなるほど。そういうゲーム性を持たせてちょっと やりませんか。じゃあ、不満不満不満、感謝感謝感謝しか引かんっていう場合もあるかもしれない。そう、ありますね。おお。これはバランスよく引きたいところであります。確かに。やっていきたいところなんですけど、うん、まず最初にどんな味か舐めてみましょうか。食べたい。ね、あ、かわいい。おお。おしゃぷんぷんやん。いやいや、なんて。おしゃぷんぷんやん、これ。おしゃぷんぷん、うん、あ、俺もう不満一個出たな。何それ、言い方変っていう不満あるわ。38歳なのに。中身のパッケージも凝ってて、うん、あ、一緒じゃないの。これね、絵合わせになってる。え、どういうこと？これね、ここに書いてあるんだけど、うん、2つ合わせると絵合わせになってて、ハートが出来上がるっていう、ね。マジで？ほら、あー、フランダーとアリエルです。お前、ハートになってる。うん、かわいい。かわいい。フランダー好きだ、俺。あ、似てるよね。俺？うん。フランダーっぽい。ぽいぽい。あ、ありがとうございます。一生懸命や、いつも。ジャスミンとジーニーが、あ、いいですね。ね、アラジン。そうそう、こういう感じで絵合わせが楽しめるっていう。すごいな、考えてる ね。かわいいよね。うん、かわいい。恋人同士でさ、こうやってな、あ、いいですね、チューなんてやっちゃったりして。あら、あらやだ、あらだ、ぽこれも不満かもしんないな。いいとしといて。視聴者の不満やね、今の。いただきます。アリエルですよ。あ、ルボスティの色やね。うん、あ、見て、ピンク、ベリーだ。かわいい。かわいいね。いただきます。いただきます。うん、すごい香り広がるね。うん、
あ、めっちゃルイボスティー。うん。あ、めっちゃルイボスティー。うん。めっちゃベリーローズヒップ。あ、マスカットのね。うん。味が広がって優しい。すごいね、ファッと広がなんかほんまに紅茶飲んでるみたいね、うん、でもこれノンシュガーだけど結構ちゃんとしっかり甘くて美味しい、うん、ねえ、うん、まあもっとなんか大人っぽい味かと思いきやね、ノンシュガーっていうから甘さかなり控えめなのかなと思ったら、うん、そんなことはない。いいな、もうなんかお茶会してる気分になるからさ。確かにね、トニー保育園送った後ずっと舐めとくわなんかホッとする確かになんかホッとする味だね、なんかリラックスするとか、うん、よし、じゃあ行きましょう。はい、どっちから。じゃあいいよ、さっき私から、うん、じゃあ一回してもらいます。ベリーが出たら感謝、うん、マスカットが出たら不満。はい、せーの、じゃん。あ、ベリーだ。よしよしよし、感謝。あ、これジャスミン、イエイ。え、感謝か。言ってください。後ほどメールさせてもらいます。なんで今パッとはちょっと難しいので何かしらあるでしょ。あるあるある。おー、来た。ね、息子トニーをガチで笑わせんのめっちゃうまいもう爆笑を取るんですよなるほどね。私そこまで笑わすことできないんですけど、なんかね、私にはさ、ママーとか言って甘えてくる、うん、リア君やってのもゲラゲラゲラってすっごい笑かしてくれるから、もうなんか感謝よね。ああ、なるほど、うん、そこのね、うん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 、パパとして頑張ってくれてるってこと。そうよね、なんか感受性豊かに育ってるような気がする。ツボつくの得意だね。そうやね、子供の、うん、なんでだろうね。子供やからちゃう。子供だからかもしれないな子供おじだから、ね、子供おじさん、子供おじ。じゃあ俺行くか、うん、どうぞ。感謝来い、感謝来い。はい、 おっしゃ感謝です。ウェイ、オーロラ姫だねこれ。あー、眠れる森の水。はい、はい、あります。はい、さきちゃんは、うん、思ってたより几帳、うん、面で、うん、しっかり者なんですよ。家事するにしても、うん、買い物するにしても、うん、出かけるにしても、あの俺が気づかない、うん、細かいところに気づいてくれる。うん、これあの俺ロケミツとかを見ててさ、うん、結構抜けてる感じの天然娘だと思ってたんですよ、うん、で確かに天然なところはあるんだけど、うん、しっかりしてる。ああ、なるほどね。うん、多分その本当にロケミツとか見てた人たちのイメージと違う、うん、本当に100、それの100倍ぐらいしっかりしてた。あれ、やらせですか。やらせって言うな、やらせじゃないでしょ、別にガチでしょいいな、気分いいな、この気分いいね、うん、どんどんもうベリー、ベリーばっか引いちゃって、ベリーばっか引いちゃって、せーの、ドン。あー、マスカットだ。何キャラは。これは、小人だ。あー、白い金魚の小人、不満あります。はい、何時々、うん、声の音量バグってる何それえ、どういうこと。これがね、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、何声の音量。テンション上がるとさ、生配信とかでもさ、いきなりバーンってすごい音量出すね。はいはいはい、声量大きいね、もともとな、はいはい、で、こっちはうわびくってすんねん、うん、で、それも嫌やし、あと一番嫌なのが、まあ、トニー寝かしつけた後、うん、私がせっせと寝かしつけて、あー、ようやく寝たーってなった時に、リア君がこうリビングの方に行って、うん、くつろいでる私がいて、で、後ろでトニーはもう寝てるから、うん、リビングにいても静かにしなあかんねんけど、うん、リア君、トニー寝たよって、うん、で、映画でも見るって、私はこしょこしょ話って言うねんけど、うん、あ、何見る？わかるやろ、相手がこしょこしょ話しとったら合わせろや。うっかりでかい声出ちゃうっていう、うん、悪気ないんだよ。気づかへんねやろ。それ気づいてない、喋ってから、あ、そうだった、ごめんみたいな、あっってなっちゃうっていうそれでほんまに起きた日にゃ、私はもう一緒になんて映画は見ない振り出しに戻った私の時間が。それは確かに良くないですね。はい、反省します。お願いします。じゃあ行きますよ、ベリー来い。これだ。うわ、来た来た来た、マスカットデイ。俺は誰ですか。あ、これも小人や。あ、小人だ、白雪姫の小人。え、小人何人もいるよね。あ、本当だね、うん、ペアも一種類だけじゃないんだね。え、ね、あ、これいいね、かわいい、うん、じゃあ不満ですか。いやー、あります。ありますね。ありますってちょっと弱々しい感じで急にお手柔らかにします。あります。あなた、はい、説明書を読まない。
これはね、俺はね、不満ですね。結構注意されるね。その物を買った時に使い方ミスったり、うん、なんか壊しかけるんですよ、うん、で実際でちょっと壊しちゃったこともあったりして、で大体説明書見ないんだよね、うん、説明書見ずになんか始めて、で何これ何できないのみたいな、うん、イライラしてる時を見る。だってお師匠様から第六感を授かったんだもんね。いや誰、いやいやいや、プリンセス下界に降りて修行してこいって言われてるんだもの。そういうキャラ。いや見ないんだよな説明書とか。なんでなんか大体一緒やろとか思っちゃう、うん、そうやねんな。それは昔から自分でもあかんなと思ってる。自覚ある、自覚はある、うん、説明書をもう掘るもん。なんですぐに、あ、これいらんな、ピュッて。なんでほんで、どっか壊れた時に、あ、説明書ない、あ、どうしよう、あ、捨てたってなる。まさかと我が手に。感謝も言うゲームだから。うーん、あれ、あ、まさかと眠れる森のビジョンに出てきた魔女。はいはいはい。魔女というか、3人の魔法使い。魔法使いだ。うん、リア君への不満。準備できたよが全然準備できてない。これ例えばこういう撮影する時とか、はい、まあリア君のチャンネル、リア君運営してるから大体のセッティングとかね、はい、やってもらってるんですけど、で私はメイクして自分の準備とかしてるんですけど、さき、はい、ちゃん準備できたよって呼びに来た時にはまずカメラすら置いてない。カメラどこどこ見て喋ったらいいのってなる。ほんで細かい、結構爪が甘いんですよ、はいはいはい、で照明あった方がいいんじゃないとか、カーテンを閉めた方がいいんじゃないとか、私が何個か言って、あ忘れてた、あ忘れてた、あ忘れてた、動画準備できたんじゃい。いやなんだろうね、その準備できた気ではあるんだよね。もうあーもう完璧にできたわって思ってたら、あうっかり、あそうだそうだそうだみたいな、あーそうだそうだ、あーそうだそうだっていう、そのそうだそうだ、多すぎ、カメラ置いてへんときは私もこけたの。何を持って準備 OK なんだ。今時のもう最先端の YouTuber はカメラ置かないから。どういうことや。念で念で送ります、視聴者に映像を。僕がここからあなたのここに動画を送るので。あの動画撮るときも、うん、はい行こう、皆さんこんにちは、はい行くよ、さっちゃん準備いい、皆さんこんにちは、準備いい。いや私は準備いいね。お前が準備できるね。じゃあ行こう、はい、お、うーわ出るね、不満が。これはなんだ、それはラプンツェルのランタンかな。あーラプンツェルか、うん、不満、はい、まあ、言うてそんなないんだけど、詐欺とか、うん、そういうものにですね騙されやすい。あなたこれマジで、あのね、注意深さがない。ああそうですか、はい、昔ですね、あるんですよ、ネットでね、こう欲しいものがあって、うん、それを買おうとしたんですね、うん、でアマゾンで買ったんです、うん、そのアマゾンで買った時に、まあ、結構お高い買い物、3万円ぐらいの買い物だったんですけど、うん、それポチって言って買ったよっつって、うん、ああありがとうっつったら1週間ぐらいそれが届かなくて、うん、あれみたいな、すぐ届かない、なんでって言って連絡したのね、うん、届かないと、うんうん、連絡した、そしたら、うん、その電話番号先の場所、うん、全く違う場所に繋がって詐欺会社だったんですよ。そうやね、そうだ、アマゾンも正規の場所で買ってると思い込んで、うん、よく見たらなんか違うところなのね、うん、気づいてないんですよ、それよく見てないから。そう、それで詐欺会社やったから全然違う会社の住所がと電話番号書かれてて、関係ない会社に私めっちゃクレーム入れてしまって、あのー商品が届かなくてとか言ったら、あのお客様の我が社は無関係かと思われますがって言われて、同じ名前のなんか違う会社、そうまあ一応なんとかそれは返金対応してもらってね、なんとかなったんですけど、うん、そういうことがね起こりやすい。確かにね、そうそう、ネットで物とか買うんですよ、よく我が家、うんうん、よく買うんだけどなんかサイズが違うとか、あーそれはある、前も動画にしましたけどASMR 用にねクスモチみたいな買ったら、うん、それがスクイーズだったとかね。誰がそんな間違い方すんの。食べられませんって書いてある。そうそう、せーの、あー感謝、
これオーロラ姫かな。オーロラ姫手合わせ完成。完成した完成した完成。あ、かわいい。かわいいね。いいねいいね。じゃあ感謝。はい、感謝あるよ。感謝あるよ。なんかそんな絞り出したみたいな。感謝あるよ。リア君って、うん、もう基本使ったものを元の場所に戻してくれないんですよ。で、あらゆるものが家になくなって、あ、こんなところにあったこいつっていう、見つけるワクワクをくれる。ちょっと待って、あ、宝探しかなって言って、私はもうどこだどこだ、自転車の鍵どこ、あ、こんなところにあったっていうワクワクをプレゼントしてくれるんですよ。ちょっと待って、感謝。おい、感謝に見せかけた不満。感謝、皮肉だろそれ、うん、いやいや、感謝に見せかけた不満じゃん、うんうんうん、ありとあらゆるところに物をなくすって不満じゃん。あと、リア君って、あの、トニーがね、ハマったおもちゃね、聞いてないの出てくる。なんかトニーがハマったおもちゃに自分もなぜかハマって、トニー以上に好きになっちゃうから、普通にキャラクターもの買ってきたりするんですよ。そしたら、え、トニーのおもちゃ以外に自分用に買ってるやんってなって、わ、すごい、家におもちゃを増やしてくれてるんだ、優しいってなる。あと、ペットボトルをさ、そこらちゅうちゃった。いきます、ドン。あ、あ、不満。いや、もうないやろ。いや、不満ね。まあ俺、そうだね。いや、本当にね、感謝しかないから、咲ちゃんには。不満は本当にね、出てこないんですよ。じゃあ最後一個だけ、うん、ね。咲ちゃんはあの、物を食べるときにこぼしまくる。口をこう、こぼさないこうやっていくとかさ、あるじゃん、こう、ラーメンとかだったら。でも、さきちゃんもラーメンとかも、こう、レンゲ、ここスープ持ってこういくから、ここにね、こぼしまくるぜ、マジで。それを、真っ白な服とかで、ナポリタンとかで平気でやるから、信じられねえってなる。これはもう本当に何回も言ってるけど、治んない。いやいや、あれはね、私こぼしてる瞬間を自分で見たことがないのよ。で、記憶もないから、うん、なんか妖精さんの仕業かなって思ってる。じゃあディズニーっぽく落としたはい、というわけで今回はお互いの感謝と不満をちょっと言い合ってみました、うん、いや、楽しかった。楽しかった。なんかこういう機会がないとさ、こう面と向かってはっきり言わんからさ。そうね、うん、あんま動画でも言わないもんね、お互いの不満とかさ、うんうん、はい、というわけで今回紹介したこちらの優しいティーキャンディーはですね、全国のコンビニエンスストア、またスーパーマーケットで販売中ですので、はい、ぜひ見かけたら買ってみてください。お願いします。よかったらね、あのカップルの方、あのご夫婦の方は、うん、僕らと同じようにこの不満言い合いゲームをしてみてはいかがでしょうか。不満感謝ね。不満ゲームちゃうから、部屋合わせになったらテンション上がるしね。あ、そうね、うん、うん。あとはもう本当に美味しいんで。美味しい、うん、ぜひあの見かけたら買ってみてください。はい、というわけで以上、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。星屑さ